はい、どうもありがとうです。本日もご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、この動画の概要欄の方でも受付を行っている私が所有する大型トレーラーを使用したペーパードライバー講習なんですけれども、初の女性参加者の方がいらっしゃったということでね、大型トラックも大型トレーラーも完全に未経験で免許だけ持ってますよって方だったんですが、どれくらい走れるようになったのか気になる方もいらっしゃると思いますから、こちらの映像で公開いたします。それではご覧ください。まあ、初めて女性の方ですね、参加してもらってます。じゃあこれで、信号ですね、はい、右側の矢印ついたら行きましょう。はい、OK ですね。はい、じゃあ右の安全確認しながら深めに入っていきましょう。そう、なるべく深めに入ってから、はい、切っていく。そう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 。ナイスにですね、バッチリバッチリ。じゃあ左寄せで、はい、またあの白線消えちゃってますけど、はい、まあ、白いラインを踏むか踏まないかぐらいのところで、はい。まあ、若干ね、あの夕方になってきて交通量増えてるのと、まあ、人の出入りもね、多くなってるんで、こういう渋滞の列からですね、間から出てくる人なんかもいるんで、こういう横断歩道もね、よく確認してってください。徐行でいいですよ。で、人がいなそうだったら行っちゃってください。はい、OK。そう、速度を落としているかいないか確認してから。はい。じゃあ行きましょう。寄せ方はバッチリなんで、はい、この感覚で全然大丈夫ですからね。はい。はい、初のね、女性の運転でございます。はい。結構トレーラー乗ってる女性も多いんでね。はい。トレーラー志望の方もかなり多いんで、参加していただいてますね。はい。このまま真っ直ぐ行くんですけど、後ろから1台原付がね、来てるんで、はい、あれだけ気をつけてくださいね。左側からまくってきますからね。はい。抜いていくことがあるんで、後ろの原チャの動きだけ気をつけて。はい。もうだいぶ暗くなってきたんでね。はい、まあ、一番ね、あの見づらい時間ですが、そう、この調子で進んでいきましょう。はい、行っちゃっていいですよ。はい、あのね、譲るのも、まあ、無理に譲ることないんで、できる時でいいですから。はい、まあ、これ右寄りでね、自転車来てるんで、まあ、本当は逆走ですけどね、あれね。後ろのやっぱり原付がね、今左側ぴったりついてきてるんで、はい、あのあれ隙があったら抜いていきますからね。はい、はい、あれよく見とかないと引っ掛けるんで、はい、あれで一回赤信号で止まります。はい、この時にね、まあ、対向大型来てないんで、若干センターライン寄りに止まってみましょうか。はい、止まってみましょうか。はい、これでゆっくり落としていきましょう。そうするとね、原付抜いてきますからね。ほら抜いてきたね、わかるでしょ。こういう動きするんですよ。はい、だからなるべく原茶が迫ってきてる時っていうのは、もう右側に寄せてセンターライン寄せでこうやって止まってもらえれば、勝手にね、原付の修正として停止線に合わせて止まりますから、はいはい、でちょっと手前で待ってやればこんな感じで抜いてきますんでね。で、まあ、消えましたよね、危ないのがね。はいはい、でこれでまた走り出せばいいんで、はい、じゃあ行きましょう。はいはい、じゃあ安全確認しながら行きます。はい、で今度はさっきと同じように寄せちゃって大丈夫なんで、はい、まあ、この人だけ気をつけてね。はい、そう、ああいう危ない原茶がいたらもう先行かしちゃう。あの車もね、右曲がっていくんで、減速してもらって、はい。自分車間距離を上げて、もうこれは曲がっていくからじゃんとどうしようもないんで、で、減速した時にね、必ず左右のミラー見て、今度後ろから、こう、まくってくる車いますから、はい。減茶とかどんどん抜いていくんで、止まったと思ったらね、はい。自分が止まった時は必ず周囲の安全確認して、はい。で、行きましょう。はい。ここもね、一応横断歩道あるんで、はい、はい、いないことが分かったら通過していきます。はい、はい、ここもね、逆走の自転車が来てるんで、ね、今日気をつけてくださいね。はい、はい、あとこの歩行者ですね。はい、荷物持ってるんでね、避けてこっち来ますから、ちょっと右寄りでね、歩行者がどういうふうな動きを次取るのかっていうのも予測しながら行くといいですね。はい、あ、じゃあそこも横断歩道誰もいないかというか確認していなければ通過していきます。はい、うん、方もいいですね。はい、バッチリ。
なだらかなカーブでもやっぱり車少し折れるんで、はい、はい、まあ、ケツちょっと残りますから、それだけ気をつけてもらって、はい、はい、ですね、はい、寄せ方バッチリです。はい、じゃあ通過できましょう。はい、はい、人も自転車も増えてくる時間帯ですからね、はい、特に気をつけていきましょう。はい、今日初めてトレーラー乗って一般道走ってますからね。はい、じゃあ止まりましょう。はい、はい、自転車が待ってるのと車出てきますから。はい、はい、じゃあここからゆっくりと行きましょうね。はい、はい、この自転車の動きを気をつけてください。はい、はい、まあ、これが高齢者とかだとふらついてこっち来ますから、はい、若い子だったらね割と安定して走ってくれるんですけど、はい、ちょっとねセンターライン寄りでいきましょうか。はい、自転車いなくなったらまた左に寄せていく感じ。はい、ホワイトラインですね、はい、これ超えないように、はい、合わせていきます。いいですね、いいですね、うん、いいですよ。ちょっとね緩いカーブなんで、はいはい、後ろのね台車側が残らないように引っ掛けないように縁石よく見ながら行きましょう。はい、ちょっと木があるんでちょっとセンターライン寄り、はい、はい、はい、超えましたね。 OK、 じゃあこのまま直進ですね。はい、はい、そこの横断歩道をよく見て、歩行者いたら止まる。はい、はい、こういう無灯火の車もいるんでね、はい、はい、気をつけてください。はい、ですね、はい、車両間隔はバッチリです。左側ちゃんと寄せられてるんで、はい、いいですよ。はい、じゃあまた左側に歩行者が何人かいますので、はい、あれを気をつけてもらって、はい、で歩行者用信号はまだ青なんで変わりませんから、はいはい、はい、いいですね、はい、そのまま、はい、いい感じで寄せられてますね。はい、この辺もね渋滞の間から人が出てくること、はいはい、対向車に注意ですね。はい、ここも一応通過でまっすぐで、はい、コンビニの出入りがありますからちょっと気をつけてもらって、はい、じゃあここもね高さ 4.1 なんでね、はい、これ 3.6 ですから楽勝で通れますんで、はい、まっすぐ行きます。はい、じゃあ道なりで、はい、この辺もちょっと左側白線消えちゃってますけど、はい、はい、なんとなく輪立ちができてるんで、はい、これに沿っていく感じ、はいはい、若干幅広いじゃないですか。そうです、ね、こういうところはね左側からやっぱバイク抜いてくるんで、はい、左のミラーよく見といた方がいいです、はいはい、左抜きでグッとこう抜いてきますから、はい、ちょっと幅が広いところだと、はい、はい、じゃあここからですね左に曲がって、はい、バイパスに合流していきます。はい、はい、後ろのリアタイヤよく見て、はい、引っ掛けないように、はい、はい、まあ、楽勝ですね。いいですよ、いいですよ。あ、じゃあ合流します。はい、右目視安全確認して車来てなければ入っていきましょう。はい、アクセル全開でね、はい、60キロまで一気に加速します。はい、はい、今度ここから左から抜いてくるのもいますからね、はい、遅いと思ってね、この左側は必ず注意して、はい、はい、左から抜いてここからこう入ってくるやついますから、はい、あとは車間距離もね、はい、バッチリ取れてるんで、はい、もうね、だいぶ慣れてきてますね。
今日6時間目ですね午前中から3時間3時間でダブルで入ってる方なんで、はい、もうねもうバッチリ現役のドライバーとほとんど変わらないぐらいまで走れてます。はい、こんな感じですね。まあ、初めて大型トレーラーに乗ったという方だったんですが、まあ、基礎練習をですねちょっと広めの工業団地でやらせていただきまして、でそれができてですね、まあ、大体見極め完了というところで、ちょっと交通量が多いバイパス道路ですとか、まあ、県道なども走行しながらですね、まあ、実際にどういった運転がこう身についているのかチェックしながら運行を行ってまいりました。こちらの動画の概要欄の方でも募集を行っている私アヤトサロン主催による大型トレーラー専門のペーパードライバー講習なんですけれども、これ日本初の試みかつ日本唯一の企画となっておりまして、大型1種もしくは2種免許、それに加えて牽引1種もしくは牽引2種免許をお持ちの方限定でですね、私が所有する大型トレーラーを自由に運転していただいて、運転の練習をすることができるといったような画期的な研修会となっております。すでに数十名の方々に参加していただいておりまして、その中でも唯一女性の参加者の方ということでございましたから、今後もですね、女性のトラックドライバー進出も増えてくる時代になってくるとは思いますので、なるべくですね、自分が乗りたい車、この方の場合は大きな大型トレーラーに乗りたいといったような願望をですね、強くお持ちの方でございましたから、そういった実際の仕事で乗るサイズの車にですね、一般道で乗っていただいて、トレーラーの運転を自分で体験することによって、知識を広めていただく、見聞を広めていただくといったような、企画の研修会になってまいりました。もちろんこれから運送業界に転職してみたいと考えていらっしゃる方であれば、教習所サイズの短いトレーラーでなくフルサイズのタンクローリーを、実際に公道上で走行した経験があるということで就職活動の際に履歴書に記載することも可能になっておりますから、運送業界への転職を有利に進める上でも非常に有力な教習になってくるんじゃないかなと思います。今後も継続的にこういったペーパードライバー講習を行っていこうと考えておりますから、もし参加を希望される方がいらっしゃれば、この動画の概要欄の方に参加申し込みページの方を記載してございますので、そちらから飛んでいただいてお申し込みいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさーい。